テーデもしくはピコデルテーデはカナリア諸島のテネリフェ島にあるスペイン領内最高峰にあたる火山。テーデ山とその周辺はテーデ国立公園という面積18,900ヘクタール余りを持つ国立公園になっており2007年にはユネスコの世界遺産に登録された。海抜の標高は3,718メートルで近海の海底からの高さは およそ7500メートルであり、スペイン領内最高峰であるとともに、大西洋の島にある山としても最高峰である。テネリフェ島それ自体が地球で第3位の規模を持つ火山になっていることから、テネリフェ島は世界第3位の火山島でもある。また、テネリフェは標高も火山島として世界第3位になっている。噴火を繰り返してきた歴史と、 人口密集地に近いことから国際火山学地球内部科学会によってテーデ山は将来起こりうる自然災害に備えるための緊密な研究が要請される防災10年火山に由来する。実際、現地民にとってはテーデ山周辺は近畿の場所とみなされてきた。神話によればグワヨタという名前の悪魔がここに住んでいた。テーデ山の航空写真。 テーデ 3D 最初の頂上到達はエドマンドスコーリー卿によって1582年に達成された。テイデは現在は活動を休止しているが歴史上何度も噴火を繰り返してきた。最も直近の噴火は西斜面の噴出口から噴火した1909年のものである。歴史上甚大な被害をもたらした噴火は1704年、1705年、 1706年のものである。この時はガランチコの町と主要湖を壊滅させ、他の小さな村のいくつかも滅ぼした。1798年にも甚大な被害をもたらした噴火は起こっている。およそ15万年前には記録に残っているものよりも大規模な噴火が起こったとされ、この時に標高2000メートル地点の巨大なカルデララスカニャダスが形成された。 このカルデラは東西1 5キロメートル、南北1 0キロメートルに及ぶものであり、その南部の構造物であるグアハラでは絶壁が標高2 1 0 0メートルから2 7 1 5メートル地点まで喫立している。標高3 7 1 8メートルの低デ,デ山頂自体もその境内方である清掃火山のピコービエホも共にカルデラの北半分に位置し、 この戦士的な噴火に続く一連の噴火で、形成されたものである。テーデ山は、植物の固有種の多さでも突起される。例としては、エニシダの一種である、テーデーニシダ、紫化の一種で3メートルにもなるエキブム、ウィルドプレッティ、アラセイ島の一種であるリサモムスカパリアムなどである。火山の中腹部にあたる、標高線から2000メートル地域には、カナリーマツの森林が広がっている。 火山及びカルデラ、ラスカニャダスを含む周辺は、帝で国立公園として保護されている。アクセスは北東から南西へと伸びる行動による。公的なバスサービスであるキトッサによって、帝で、プエルトデラクルス間テ帝で、プラヤデラスアメリカス間のバスが毎日運行されている。標高2356メートル地点の 道端からはロープウェイが出ており、頂上近くの3555メートルまで行くことができる。ただし、頂上それ自体には立ち入りの制限があり、立ち入り許可証は、頂上までの残り200メートルほどは自力で登ることを義務付けている。国立公園内には、礼拝堂付きの国営観光ホテルがある。パノラマフロムザロークスでガルシア。ありがとうございます。